こんばんは。こんばんは。大人のサッカー、今日は中級クラス、清水さんに、お話をお伺いします。清水さん、4月から、A 点ということで、今日は大人のサッカー最後になりますので、お話を伺わせていただきます。大人のサッカーに、参加され始めたのはいつ頃からですか？一昨年の9月ぐらいからですね。はい、はい。もともと清水さんはサッカーどこでされてましたんですか？サッカーは長崎、出身が長崎なんで、長崎の小学校の頃からですね。国見高校。国見高校ですか？いや、国見ではないです。はい、島原商業ですか？まあ、そのあたりにしておいてください。はい。大人のサッカー頑張れされてみて、俺も頑張る、いかがでしたでしょうか？いや、とても楽しかったですね。皆さん方よくしていただいて、はい、まだ大分に、大分離れる気がしないんで、はい、ひょっとしたら福岡からまた駆けつけるかもしれません。福岡、不人地はどちらですか？不人地は、博多の中洲っていうところですね。まあ、全然帰ってこれる距離なんで、まあ、毎週とは言わず、各週ぐらいででも、週末にかけてまた遊びにでも帰ってきてください。わかりました。機会があればぜひ。今日は最後にゴールを量産してましたけど、最後に一言。大分丸5年仕事でいましたけど、とってもいい土地柄でですね。まあ、トリニータこれから実ですけど、ぜひちょっとすぐで少しでも早く J1 に上がれるように福岡の土地でも祈ってますので。このゲームもぜひ見に帰ってきてください。わかりました。九州のダービーの時はどこでも駆けつけますので、はい、その次はまたよろしくお願いします。一名確保しました。やったー。本当楽しい時間一緒にありがとうございました。こちらこそ。また元気で頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。